ようになっています。間違いを防止するためにね。そのつもりだったんだけどな。それでもまだ相手の方が反抗できるか。六角中に来たはずよから逃げるのは戦うと見たい相手やな。テントアップ、いつになるぜ。このやつスピードが全然落ちないですね。さすがの梶本も鍵間のペースに巻き込まれてる感じだな。練習メニューにジャズダンスなどを取り入れています。